花札花札は日本のカルタの一種であり、花カルタとも呼ばれた。今では一般に花札といえば88花のことで、一組48枚に12ヶ月折々の花が4枚ずつに書き込まれている。48という枚数は一組48枚だった頃のポルトガルのトランプが伝来した名残である。二人で遊ぶ恋恋、三人で遊ぶ花合わせという遊び方が、 一般的だが、愛好家の中では88という遊び方に人気がある。同じ遊び方でも地域によってルールが異なったり、地域独特の遊び方もあるほか、海外にも伝播している。日本にカードゲームが初めて上陸したのは、安土桃山時代で、宣教師が鉄砲やキリスト教、カステラ等と共に伝えたとされる。ちなみに、日本のカルタの語源は、ポルトガル語で、 カードゲームを示すカルタである。天正時代にはすでに国産のカルタが作られており、当時の札が一枚だけ現存する。江戸時代には、賭博という閉鎖性と当時の物品流通の実態、それらの札を地方札という。カルタへの金星は18世紀後半、安永の頃から厳しさを増し、特に完成の改革では売買が厳しく禁止された。花札は、 この金星からの抜け道として考案されたと考えられている。それまで十二枚四スートであったものを、花札では数字及びスーの記号を隠すために4枚十二ヶ月とし、図案には主に教育用に用いられていた若かるたをモチーフとした。しかし、花札もすぐに禁止された。現在残っている最古の金霊は1831年のものである。また、 節用期間によると、それ以前の1816年にすでに花合いが禁止されており、それ以前に花札が考案されていたと考えられる。明治初期には相変わらず花札は禁止されていたが、1886年に販売が解禁され、同年に銀座の上方屋から花札とルールブックが発売された。これ以降花札は大いに流行した。 1892年4月大審院、小島池羅裁判官の花札遊びが問題化し、6月、起訴され、7月12日免訴となった。その一方で1902年に、国廃税によって、カルタ類が課税されるようになると、地方札を生産していた日本各地のカルタ屋は、倒産し、地方札は、捨てれていき、各地に伝わる遊び方も滅びていった。なお、任天堂は、 多くの地方札の原版を保有しており、在庫があるものや、現在でも製造されているものがある。2009年夏まで、松井天狗堂が、日本唯一の手すり花札を製造していたが、2010年までに、閉店。2016年12月5日に三代目、松井茂雄が死去。後継者がおらず、手すり花札は途絶えた。現在、花札を製造している企業としては、 ニンテンド田村将軍堂、大石天狗堂、エンゼルプレイングカードなどがある。各メーカーとも新規軸を打ち出すことは少ないが、ニンテンドは、同社が運営しているポイントのグッズ交換用の、景品として、自社の主力商品となっている、コンピューターゲームに登場する、看板キャラクター、マリオをあしらった、マリオ花札を製造していた。2015年11月から予想新たに、 すべての札がオリジナル柄のマリオ花札を商品化し販売しているほか様々なキャラクターなどを用いたデザインの花札が任天堂以外のメーカーからも製造販売されている。花札の花は花鳥がデザインされているためにこの名があるがまた本カルタに対する代用品という意味もあるだろうという花電車、花相撲などに使われている花の意味である。 諸説あるが、もともと歌かるたは上流階級の遊びであったとされ、幕府は下流階級の商人や町人が使用することを禁じたと言われている。そのため人々は幕府の目を盗んで賭博行為などをするため、店の奥に賭博場などを用意し、店に入った最初に花を擦る合図をすると店主が奥へどうぞと賭博場などへ案内してくれたという。 賭博行為などで使用するという後ろめたさから、隠語的表現で、花札の販売店には、花イコール、花イコール花として、天狗の面が掛けられていたことからパッケージにもイラストが描かれることになった一因とも考えられている。88花日本全国で使われている花札。明治期に完成した。全国の地方札の図案を統一したものと言われている。 特徴として、柳のカスサツが太鼓に鬼の手になっている。現在花札といえば、この88花を指す。日本古来の組み合わせや、他のカルタからの図案転用も見られる。虫という競技に使用する6月7月の4枚に、花月を減らし、40枚構成にした虫札といわれるものも存在する。北海外北海道で使われていたという花札。 エチゴ花新潟県及びその付近で使われていたという花札。大役、小役という競技に使われたほか、88花の代用にも使われた。現在では、大石天狗堂から復刻版が販売されている、エチゴ小花新潟県の上越方面で使われていた花札。一回り小さく、柳の光札は、小野豆腐ではなく、タヌキが描かれており、 お札という追加札が3枚あるのが特徴。オランダ・ロッテルダムに収蔵されている最古のエチゴ小花は、エチゴ花と同様に和歌が記されており、お札は1枚のみ。お札を使う遊び方が以前はあったらしいが、詳細不明。現在では、大石天狗堂から復刻版が販売されている。エチゼン花福井県で使われていた花札。謎が多い。金時花。 または、阿波花四国地方で使われていたという花札。金太郎の鬼札があることからこう呼ばれるようである。短冊札と疎札に月数が書いてある。ちなみに、現在の徳島北東部が発祥地と言われているから、阿波花の別名が付けられている。現在では、大石天狗堂から復刻版が販売されている。欧州花、または山形花山形県を中心として、 東北地方で使われたという花札。2枚ある、滑殺のうち1枚に黒点が打ってある。花巻花岩手県を中心として、東北地方で使われたという花札。以前花岡山県を中心として使われたという花札。大連花、中国大連在住の法人が使っていたという花札。炭札の背景に模様がついており、赤炭、草、青炭ごとに、 背景の柄が異なる。加藤朝鮮半島に、李氏朝鮮末期に伝えられた花札。日本から最初に伝えられた製品は、任天堂製の花札であるという。現在は、プラスチック製で、商標が霧ではなく、薄の光札の満月内に書かれている、藤の札が逆向きになっているといった細かい違いがある。赤単には、くれない青単には、 青ンという字がそれぞれハングルで書かれている。考察には漢字で光と書かれた赤い丸印が入っている。また霧を11月、柳を12月と見なす。他にパックの中に柳のカス札の予備やジョーカーに似た特殊なカス札が入っていることがあるが、実際のゲームには使わないことも多い。 特殊な歌手札は、手札やめくり札の中に出てきたら、それを自分の取った札に追加して、山からもう一枚引くことができる。日本では、伝統的なカードゲームといった地位に落ち着いている、花札であるが、韓国では現在でも、3人集まれば必ず花札を、すると言われるほど人気があり、国民ゲームと称されるほどである。恋恋をもとにした、ゴーストップが最も盛んであるが、 他に600件や、おいち株系統の、そったなども行われる。花札は、延辺朝鮮族自治州などの中国朝鮮族の間でも行われている。戦後、韓国で花札賭博が横行し、社会問題になったほか、北朝鮮では花札は禁止されているという。ハワイの花札書く札の点数や、どの役に使えるかを示すインデックスが、札の上に書かれていることがある。 ハワイでは短冊が10点。日本で通常10点とする札が逆に5点になる。また、柳に、小野東風の札も5点と数える。かす札は0点である。ハワイの花合わせは、桜と呼ばれ、婦女期、八つ橋、イノシシのように見慣れない役がある。花札の絵柄は以下の通り。札の名称や漢字は最も一般的なもの。短冊、赤炭、青炭は、 短冊、赤に、青にとも書く。なお、札の絵は昔は手書きだったものもあるので、細かい違いは多数あるが、現在よく見られる、任天堂などの札と構図が大きく違うものは、特筆した。現存最古の江戸時代中期の花札では、短冊は、紐で枝や茎などにぶら下げられた構図で、青短冊は青だが、赤短冊は、 白っぽいもので文字なども書かれていなかった。明治の初期に桜の短冊に、三好の、と書かれたものが現れるが、松や梅が、裏す、立三本の役が成り立つ月の短冊に、縦三、すべての短冊に、霊表記など、最初のうちは、様々なパターンが存在した。また、明治時代中期頃から、紐が省略されて短冊が、宙に浮いたような現在の構図になった。 現在の札は、松の隙間から鶴が見えるだが、現存最古の江戸時代中期の札では、松の手前に鶴がいるという構図だった。AB、赤よろしと書かれている。である。江戸時代中期では、うぐいすの札のみ勾配であとは、白っぽい花だった。現在の花札ではこの鳥の背中側の体色が、鮮やかな緑で目白に似ているものが多いが、 江戸時代中期の花札ではかなり鈍い色で、実際のウグイスに近い色だった。江橋隆著、花札のカラー口絵さんによると、明治24年以前には、現在のカラーリングのものが出現している。三吉野と書かれている。古くから桜の名称とされた、奈良県吉野地方の美少である。黒豆とも言う。ただし、江戸時代中期の頃はかなり淡い花の色で、 後期頃から色が濃くなってくる。江戸時代中期の花札では背景がなく藤の花とホトトギスのみだった。その後、明治時代前期に赤い雲が現れるようになり、明治20年代頃に現在の赤い三日月が出現するようになった。八津橋とは愛知県知立市にある地名である。構図は柿椿の名所で知られる無料樹寺の庭園にちなみ、 有原の成平の歌でも有名である。もっとも、花札では、勝負と呼んでいる人が多く、柿きつばと勝負が混同されている。江戸時代中期の頃は、特典札は、白ボタン、滑札は、くれないボタンのものと、紅白日本という構図だった。赤豆とも言う。ただし、江戸時代中期の頃はかなり淡い花の色で、後期頃から、色が濃くなってくる。薄とも書く。 坊主とも言う。現在のものは坊のお金が、江戸時代中期の頃は坊の腹の構図だった。現在のものは真っ赤な夜空というものが主流だが、江戸時代中期の頃はほぼ紙の字色で月に色を塗ってあるだけだった。江橋隆著、花札 B124 から125では、これの変化について詳しく述べられており、無地を合うす青、黄色を合うすべに、真っ赤と変化したとされる。 また印刷の都合で、木版カッパスリ時代は、下か左端の裾が隠れた月だった。江戸時代と現在は三羽の狩りが、区の字に飛んでいるが、明治20年代頃の一時期間数字の、3のように並列に並び空を覆い尽くすように飛ぶ、姿に描かれ、このため狩りは大きな鳥とみなされ、鶴と鳳凰の札の3枚で、大鳥という役があった。江戸時代中期の頃は、 カッの一枚以外白菊だった、江戸時代後期頃から、木赤の花のものが現れてくる。無視したりすることを意味する因語の、鹿とは、この絵札が語源と言われている。十月の札で鹿が横を向いているので、鹿十に由来するという説がある。雨とも言う。古くは、柳に番傘をさして走るやつだった。明治時代中期から傘をさして、河津を見ている。 おのとうになっている。現在は黄色に赤と派手な色のツバメになっているが、江戸時代中期の頃は普通のツバメの色だった。この札の見他の飴札とデザインが大きく異なるが、江戸時代明治初期の頃は他の滑札同様に柳の木だけ描かれているという札であった。明治20年代前半にべったり赤を塗るようになり、明治20年代後半には背後の絵が、 晴れた柳の木から雨の降る中で来光の太鼓釣りに変わった。霧のカス札のうち一枚にはよく製造元が印刷されている。霧のカス札の一枚は色違いとなっており、ゲームの種類によっては特別な点数を持つ。花合わせ及び88では札の点数は以下の通りである。この点数が最も一般的だが、地域やゲームの種類によって、 札の点数は異なる。例えば、600件では光及び、梅にうぐいすは50点、短冊と霧の黄色のカスは10点、カスは0点として計算する。ただし青に3枚あるいは文字入りの赤に3枚を、揃えると加点がある。ややこしいケースでは、素直しというルールでは、手役の時点ではカス5.1020点判定は88のものを使用し、競技開始後は、 短冊札イコール1点、動物や鳥の描かれているものイコール5点、植物だけ桜に巻く、霧に鳳凰イコール10点と計算する。また、恋恋では役を作るときに、どれが種で、どれが数であるかの区別が必要なだけで、得点を計算するときは、札の点数は無視される。最も普通に行われているめくり系のゲームでは、 植物と月明の対応に関する知識はほとんど必要ないが、オイチョカブを花札でやる場合には、月明との対応を覚えていないとプレイできない。月明は旧暦によっている。しかし、柳に縁や切りのように季節に植物が一致しないものがある。地域やゲームの種類によっては、上の表とは異なる対応になっているものがある。例えば、ひよこでは、柳が2月、 霧が6月、ボタンが11月、梅が12月である。これは名古屋地方では一般的な対応であった。馬札と手札を合わせ、さらに山札をめくって馬札と合わせるもの。合わせた札は自分のものになる。取った札によって役を作ることができる。花札のゲームとしては最もよく行われている。イタリアのスコパ、英語圏のカシノや中国で。 パイ9パイを使った、超魚、トランプを使った、交ンというゲームに類似している。札の月の合計の1の位を9に近づけるもの。バカラ、パイ9などに似ている。株札を使う地域もあるので、株札のゲームもここに含めた。札の月の合計を15以下で最大の数に近づけるもの。抗議の株系であり、株系に含める場合もある。ブラックジャックに似ている。 大札に対して、一つ上の月の札を出していき、主札を早くなくした側を勝ちとするもの。トランプのポープジョーンなどに類似する。俗に言う、イカサワやインチキ。目印特定の札に、傷やシミなどの細工を施す。俗に言う、眼札。桜競技に参加していない第三者が競技に参加しているものと組んで対戦者の手札を除き。 それを相手に手振りなどの動作で伝える行為のこと。尻のぞき山札の一番下を覗き見る行為のこと。特定のゲームでのみ使用する用語は除く。親札を合わせる段階で最初に札を出す人。同二札を合わせる段階で二番目に札を出す人。中とも言う。引き札を合わせる段階で三番目の人。古くは、大引けといった。望む切った札の上下を入れ替えること。 どうにが行うことが多い。幕札を配ること。普通は、親が行う。差し二人で協議すること。手役札を合わせ始める前の手札によって決まる役。出来役札を合わせ始めてから取った札によって決まる役。総論製造会社カルタルイ。ありがとうございます。